おはようございます。日曜日に片肉なんですけどね、ただいまの時刻はもう本日2月の20日23時34分です。とうとう日曜日帰ってからね、倒れてしまいました。昨日はもうほとんど食っておりません。バナナとココアと大便も出ませんよね、そんな食わなかったら。これ買ったものね、イオンで追加で買いました。一旦起きたんですけど皆さんね。とこれもう肉臭が少し油の多いのはね、早くこれ焼かないといけません。少し肉臭がね、出てきております。ただいまよりね、次長の焼肉タイムです。ただいまよりね、事務所の次長のお食事の時間でございます。まあ言えばね、事務所の次長、私の要するに相模原さくら系の事務所の、まあ事務所長兼理事長、そして事務次長なんでね、理事長がいれば事務次長なんでね、事務所長いればね、次長、すべて私がもう賄っているんだね。一人で何もかももらえないといけません。所長といっても部下なんぞいません。私には自らのね、何から何ね、撮影も何かにつけも全て私が一人で行わないといけないんでね、まあたまに倒れることもありますよ。まあそれでもね、倒れてももう、まあ午前中に少しちょっと、私本日ね、ウエステイオンのウエステダルビの午前中に、まあ一番トップの方ね、まあボス所長様とお話ね、ちょっと名前は出せませんけどね、もう今の従業員の方ならご存知と思います。前回のね、焼きながら話します。自動車結構もう逆に夜遅くなればね、もう高速で通過しますから、もう私の方がよくね、なんか私有名だそうでね、ウエステタルミ、イオンのタルミ店では。ただ言ってやりました。私、ブラックリストに載ってますかって私が言ってやりました。いや、そんなこと全然ありませんって言ってね。まあ私、嘘ならそれ、私はね、サービスカウンターで経由して私は尋ねます。私は何もね、誤ましいことを行っておりません。まあもちろんね、怒るときは怒ります。私もね。無茶なことは言っておりません。まあそれね、どういうことか言うのは、食事の件でね、椅子の件で、まあとうとうね、やはり、ウエステ側としても実力行使されました。私の改札でね、もうこれイオンの従業員さん、ウエステのね、従業員さんならね、私の説明わかると思います。私が2月の2日の金曜日に来店した時はね、地下1階の椅子が、長椅子、2席ね、あったんですけどね、先日2月の18日に来店した時に地下の椅子がね、椅子、まあ椅子1個と1席ですよね、人並びね、1列と、まあ、1列ですよね、撤去されていますね。そこに要するマナーの悪い方がいらっしゃるので一席撤去いたしましたというね、告知ありました。ああ、私はね、およそ予想つきました。ちょっとね、詳しいこと話はちょっと
本来はね、もう少し行いたかったんですね、要の従業員さん方ね。ちょっともう時間の関係でね、ちょっと行いたかった。でそれで、まあ、食事でね、私、クソ前の警備にね、差別を行うからということでね、まあ、そいつの上司にも話しまして、人によってね、差別するなということね、中国人だから高齢者だからね、そんなこと関係ないんでね。それでね、私が肉臭、大丈夫ですか。高齢者だからね、中国人だから外国人だから民間だからね、あれそもそも私は高島屋一番悪いんですよ。私高島屋一番いつも差別されています。他の方もそうですよ。これは中国人が食っててね、注意しなければ日本人の方食べますよ、買ったものを。それにね、入れ墨が入ってるからね、中国人だからお客様だからやっぱりインバウンドに賄ってから、バカなんですよ。そんなこと行うからね、日本人のお客さんがもうね来なくなるって、私は何度も高島屋のね上の方に行ってありました。だからね、やはり今回ね、やはり飯店たるみのね従業員の方、まあいろいろ所長でね会議かけるそうで、私良かったと思います、実力講師ね。だったらもう地下の人ね、もうその全て撤去したらいかがでしょうかと私は提案出しますけどね。やはり本当のね、急病人の方、やはりね、私のようにね、常識のある、私常識ありますからね、常識ある人間、常識ないような恩が来ましたら私怒りますよ。一人占領することじゃありませんから、皆さんの椅子ですからね、平等な。そのためにね、やはり席はね、急病のためにね、置かないとね、どうしても、まあ、いけないんだけどね。それでいろいろ来ましたら、何か中央に仕切ってある仕切りなんですけどね、もう撤去して針金を別の針金を作って、あんなこれ仕事もね、ろくなのが来ません。まあ私夜ですから、もうたまにね、もちろん昼でも行きますよ。老害なんですよ、すべてね。聞きましたら、なんかその方も、所長さんもね、食ってかかられたということで。一人ね、そしているんですよ、なんか朝からね、夜までね。まあ私二人ほどね、ちょっとなんか変なのいるなと思ってね。もう私には何も被害、なんか様子のおかしいのがいます。まあ二人ほどね、出入り禁止になってるそうです。私ズバリ言います。そら悪いんですよ、お客がね、まあ、好き勝手したければ自分の家ですればいいじゃないですか。持つことはね、家族いないなら寂しい、私なんか家族なんかいませんよ、孤独ですよ、孤独でもそれを自分なりに楽しまないとね、そんなことを前に進めません、一歩も。あーなんてね、甘えなんでしょうか、高齢者の。私の方が腹立ちですよ、ああいうこと聞けば。おとなしくすればね、そんな施設側も実力としては行いませんよ。もう見ていて、私もね、もう足掛けもう8年8ヶ月前後ね、お店には来店してますけどね、もう最初からどうやら、ちょっと、常識な人間がね、いるなと思っていましてね、周りがチヤホヤするんです、第一ね、タレミのね、高齢者は優しいかって、ろくでもいません。老害のね、集団です。
そこがね、やはりね、高齢者からね、やはり息子、孫とつながってね、やはりバカはやはり汚染しますから、ね、血はやはりね、血縁関係はもう連鎖を起こします、ね、そんなことがね、息子、孫にね、やはり悪い例がね、汚染してね、真似しますからね、結局はね、ろくな人が集まらないんです。私は言いますよ、本当のことなんですか。予想で見てますけどね、いますけど少ないです。まあ、なかなかね、こういうのね、まあ、本日食ってかかってね、あの汚い神戸言葉でね、やはりまあ施設の方も怖いんでしょう。で、暴力まで私にまだ聞いていませんけどね、暴力となればもう、もう警察隊になる寸でっておっしゃってましたから、今日の方ね。あ、そこまでなると、もう異常事態です。私もまあ注意してますけどね、もう、巻き添え足りないように。本来ね、すぐリスペクトすればね、なかなかそれが、なかなかね、やはり、まあね、そこに100人いまして、10人、仮に10人いましてね、10人が悪い方とはもう、ありえないんですね。拠点のとこですからね、買い物行きますからね。まあ、そういう意味はね、あちらこちらのスーパー荒らしております。理不尽な要求をね、クレームを突きつけて、やはりね、もう店側店側だったら、客も客になります。調子に乗ってね、やはり神戸人のやり方です。もうです。私がもう言っている通りですよ。ね、それ私嫌うの嫌う、それでいいです、何も。嫌ってくださって結構でございます。私はね、そんな神戸人とは世界違いますから、第一私神戸出身じゃありません。だから言われたことあるんです。神戸嫌い、いや嫌いですと私言いました。好きとか嫌い、どなたにも言っていいことなんだよね。嫌いであってもね、居住する権利ってのはどなたにもありますから、好きとか嫌いの問題ではありません。居住する権利はどなたにもあります。かつてもね、私奈良から、奈良の田舎から転居しましたけど、ね、奈良嫌いの、それでもな、それあなたの好き、私はそんなね、その方をね見下す必要ありませんが、嫌い、それでいいじゃないですかって。だって私はね、言い方が冷たいって言って、いや、冷たいも何も、それ、普通のことなんでね。そういうこと意味がちょっと頭おかしいです。いや、嫌な、嫌な、それでね、いいんじゃないですか。ならば、田舎で嫌ならね。好きとか嫌いとかはね、もうどなたにも言って構わないんでね。ね、その人の家に行くんじゃありませんからね。どんなことを言われても。私は、コロナの時もそうですよ。あなたの家に行くんじゃないからと私はね、強く言ってましたよ。電車乗るのも自由ね。どこ行くのも自由。ね。迷惑かけたわけじゃありません。それと意味合いは全くね、変わりませんね。感じがちょっと。伊予の樽みたいなね、客どいであったわけです。まあ、私もね、候補選択したの本当にもう間違えました
まだここはね、マンションね、まあ、よそからの方とか、まあ、地元少ないんでね、このマンションは。まあ、私の中にもね、住んでるマンションね、玄関きれいに、私は汚いの嫌ですからね、きれいに行うために私がやかましく言わないとね、エントランスは散らかし放題です。私がうるさくってね、以前よりきれいになりました。もっと汚かったんですよ、勉強した当初は。オーナーも管理会社も全く違うところでしたから。それはね、ちょっとオーナーはね、言えませんというとね、ちょっと私攻撃を受けると大変なんでね。今はね、もう法人としてこんなね、まあ家主との私この家の家主なんでね、オーナーの家主と、それはね、もう住んでる以上は権利あります。どんな方でもそうですよ。これはね、公営住宅住んでても、その住んでる方が家主ですから。ホテルもそうでしょ、お金払ってね、宿泊を行うのは、その期間はね、契約ですから、権利ありますからね。例えばね、家買ったからといってね、中にはバカげたね、放火騒ぎとか起こすの、あれはもう厳重、あ、何でしょうか、なんか罪重たいですよ、あれ。自分の家であっても、そんなことするというか、間違えています、そもそも。買ったからね、借家だから関係ありません、そんなことは。そういうね、考え方ね、その父親にそんな風潮がね、残っているんでね、自殺もしていますよ、許さんダメだけどね、自殺もしていますよ。私はね、管理会社に言いました。だけどね、管理ね、オーナーといっても、常時住んでるのは誰かって私なんですよ、常時いるのは。だから今度の管理会社に、私は絶対ね、口が裂けてでもね、偉そうと言いません。もう私がちょっとね、言葉きついぐらいです。私は何間違えたことはね、言いませんから。関係ない人がね、現在でちょっとね、迷惑、なんとかしてほしい。で、私はね、何も管理会社からね、監視とかそんなこと行ってください、そんなことは命令もされておりませんしね、管理員でも確かにありません。ありませんけどね、私が言わないと、マンションのエントランス汚いです。関係ないとはいえね、帰ってからのね、まず、ゴミがたくさん、増えているのと、ね、きれいに掃除してなっているのとは違いますよ、全然。それは神戸人でちょっと、わけは分かっていますが、まあ人種違うのもいるんでしょう、そうなると。まあどこのね、どこの国とは言いませんけど、一部そういう人間いますよ。人種が違うのがいるんでしょう。ね、清掃の会社でもね、一度管理会社の方からね、委託した清掃ね、変わったそうなんですけど、ちょっと私も手抜きを行っているなと。まあ私手抜きを行えばすぐ管理会社に言いますけど、まあ、清掃に、ね、手抜きを行っている、こちらも管理費払っておりますからね、管理費払っておりますから、当然許すことは言います。私は甘くありません。しかしらも掃除会しませんよ、いや、そうする必要がないじゃないですか。やはりね、高校の父親にね、やはり町内の何だろうかんだろうね、関係ないんですよ。国道掃除したら勝手に掃除すればいいじゃないですか、クリーン作戦なんだろうね、関係ないですよ。当然ね、私部屋なんかきれいにしますよ。まあそんな至ら徹底的には至りませんけどね。まあ言えばね、神戸人絶対にね、
汚いことがお好きなようなんでね、街でも見ていて分かります。名古屋の街並みって本当綺麗です。ただね、ゴミ投げ捨てればね、あ、関西人が来たってね言いますからね、名古屋の方タッチ悪いと言ってゴミ箱に捨てなさいって、そりゃ言われても仕方ないでしょ。食べたり飲んだりすればね、ゴミを捨てるのも当然でしょ。どこ行っても要するに何か幸福神戸のね、なんかツアーに大津観音の以前流れたんですか、そういうツアーあるんでしょう。ろくなのに来ないでしょうね。名古屋の街汚して帰りますよ。そうバカ野郎。私そもそも神戸出身じゃないんでね、もうやり方には本当に私納得いきません。いや、差別じゃないです、これ事実です。私はね、大阪の郊外の奈良に近いところですからね、奈良にも都会育ちじゃありませんから、まあ、本籍地はね、東京都港区白金台ですけどね、それはもう関係ないですからね。私自身が誕生したところの本籍地はどなたでもそうでしょ。そんなことはね、全く別のところ、それはどなたでもあり得ることです。あまりこれ幸運にするとなかったり、ね、遅いですけどね、車で、ね、話からね、ちょっといろいろ拡大しましたけどね、話は、ね、汚い褒め言葉でまくしたったんでしょう、事務所の所長に。挙句には暴力ですか、もう警察だったら寸前とおっしゃってましたからね。そこまでなればもう施設側としてもね、黙ってはいれないでしょ。会議行かれて、私がね間違ったこと言ったら、私はね、まあ、正しますから言ってくださいよと言ってね、そこでやっぱりね、食い違うのは食い違う話すれば普通にいいんでね、どこが悪いのか、どこがどこの手をね、こう修正していただきたいと言えば、お互いにそういう気持ちじゃないですか。ね、私もって人によって注意しないから、私はね、食事するということは、あいつクソ前田には言いました。イオンの3階の住人からということは、まあ、ドイツか分かりませんけどね。そういうことありましたから、話してるとちょっと疲れてきました。車でやってまいりました。シルジアマレーレアーがあれを込めて食いますけどね、レアーが私だ。もう大丈夫でしょう。
まあ、私はね、医療の中で何かされそうになりましたら、避難は助けを求めます。SOS を求めます。まあ、それはね、やはり私が常識あるまともなことを行ったんとね、SOS かけてもどなたも助けていただけません。いざときやっぱりね、店の方、たくさんいますからね。しょっちゅう行くところは店の方と仲良くするということはやっぱり大事なんでね、客だから偉そうにしているとね、いざというとき困ります。自分自身がやっぱり困ります。これもそうですよ。これは聞いた方にも言えます。私は知らぬ者いませんから。ただもう移動とかね、新しい新入社員の方とかでね、私やはり知らない方も出てきていますので、ね、引き継ぎがありませんから、なかなかそこの点もね、相模原さくら登場です。改めておはようございます。もう2月の21日の水曜日の0時14分になっちゃいました。まだ電車が45分、最終まで46分ですよね。あ、着きましたね。ね、体ふらつきあれば調理を行って最中ね、倒れると嫌なんでね。まあいろいろ私も何かね、神経を犯されると病気にねこれなりますからね。じゃまだね、トーク、毒舌トークを行うんでね、その点が体なんとか持っているんでね、もう少女明かしたのね、私、見ました、新社のコピーとかね。私が平成27年ね、転居したの2015年ですからね。平成28年あたりからもう、病気ね、目立ってまいりまして。まあ、すべて神戸人が悪いんですよ、言えば。垂水人が悪いんですよ、神戸人がすべて悪いんですよ。まあ、99.99% のね、中にはね、0.01% は常識の方いるんでね、もう100と言い切れませんから、これはね。絶対それ言い切れないんでね。まあ言えばね、人を怪我さすこと、人をね、命、脅かすことはね、100% 行っていけないことなんだよね、これは。絶対ってならないことなんだよね。人の命を奪う、人に暴力を、もうやっていけないことです、これは。まあ、言った言わないはね、それはもうあるでしょう。まあ、私も言った言わないね。でも私はもういろんな言葉で傷つけられましたからね。本当にもう神戸ね、もう嫌なんですよ。もう本音漏らしがもうありません。今すぐね、
できることじゃないんでね、こればかりは。まあせめてね、家の中はもう神戸の感じをね、まあ鶴井八幡の服の目立っていますけど、これね、ここにね、今ちょっと消えています、ね、開きます。まあ、それでもね、営業に行く買い物回数以前よりもね、もう激減していますよ。まあ今度も一応は今月ね、もうイオン行かない予定に今していますけど、行くときも、それはね、もうこれは、そんなに法的なことじゃないんでね。ぼったくりもね、行く必要ね、やっぱり出てきますからね。なんか今度ね、見すぎやって回転すればね、まあ行く可能性もあります。だけどやはり神戸の地盤のお店でしょ。どちらにしてもね、あまり私はあまり関心ないですけど、まあぼったくれない品物ね、見すぎや行けばあるんだったらね、まあそれはそれで、ね、確か私明石で行ったことあります、見すぎや。まあ来てからはね、やっぱり慣れようと思って行きましたけどね、もう今本当行く気しませんよね。まあ明石行くなら大阪まで行こうかってなるからね。明石でね、握り寿司お刺身食うならね、まあ、大阪まで行って食おうかってなりますからね。肉汁気になってもね、焼けばね、大丈夫。メスです、これ。333をね、炊飯するとね、まあ、2日分。なんか合わないでしょ、1人分というのね。2人分作ってね、2人分食べる、そういう私のやり方なんでね。太鼓さんね、健在の時と同じやり方なんでね。まあ、ね、2人前食うのもね、別に太鼓さんの分という、まあ、名目上はね、そのようになっていても、結局は私とありますからね。せっかく食うならね、食いたいの食ってお腹いっぱいになれば、それね、ごちそうさまでしたら、それもう終わりなんだよ。あ、それでね、老害のことなんですけどね。まあ確かに私もね、話はしたことあります。もう、挙句にはくだらないこと言いますからね。私は話していません。もう、私のね、贅沢はね、到底ね、いや、無理無理と言ってね、お金がないからね、お金ないものがね、毎日毎日ね、外食できますか？そんなこと行っていません。毎日毎日ね、例えば1500円のね、何か食事して、王将でね、あのイオンにあるんですよ。しかもね、大阪王将ね、そこで1000円くらい食事して、お茶飲んで、2000円使って、2000円がね、使える限度だから。私ね、5000円とか、まあ、8000円、1万円とか言うでしょ。ね、そんなお金ない。お金ないものがね、毎日毎日2000円ですよ。一週間、何も家で作らないで、お金ある証拠じゃないですか。ちょっと矛盾しています、言い方が。肉屋嫌です、そういう仕方ありません。その方のも好みですからね。もう差し方ありません。私がイカナゴね、苦手で言うのと同じですよ。例えばね、イカナゴね、買う方って1万円札ね、握りしめてね、テレビを見ました。なんか3万円前後のものを買っ
って何か送るとか、息子に送る、娘に送るとかね、身内に送るとか、いろいろ言って、それでもお金ある証拠です。私ならそんなこと、3万円ね、いかのこで3万円、私嫌です。3万円あればね、ステーキ買えますよ。いい肉買えますよ、上級な肉。足やタケノコに向かいますよ。まあ、いろいろね、足元私知ってましたけどね、やはり食ってみて美味しかったんでね。まずければね、よくこれ肉店でね、よくサブとかあるんです。わかりました、いい肉入れないでね、なんか痛みを積んでる肉をね、まあそれが森屋商店がいい例ですよ。ズバリ言いましたね。他のことね、美味しいと言ってらっしゃいます。あそこの肉ね、あの、高級で。私、全然そんなことは思いませんでした。食べるとね、肉臭がね、とてもひどかったです。味でも。あ、それはなるほど。差別を行ったのということね、ここでやっぱりわかります。はい、神戸人の差別なところわかりますよ、それで。ね、それ足当たるのね、デパートが入ってますからね。そんなことは絶対できませんよ。これ出してますから、私ね。それは物はね、これによります。ね、イオンはイオンに行くでね、その辺その時食べます。でもね、本当はもうマックスバリはちょっとね、もう水浸しでした。クリニカったね、あの肉はもう水浸し、もう水ばかり出てきました。まあ私の保存の人が悪かったのは、もともとなんかもう、とりあえずね、もうおっしゃるのはもう、マックスバリの肉はまずいと言ってね。だからイオンより何か格が、その方たちでもね、金山で肉を買うのと、マックスバリで買う、金山ね、イオンの金山店です。ね、イオンの金山店に肉を買うのと、マックスバリで肉を買うのと、全然違うとね。確かにそれはもう、堂々と言ってますからね。なるほど、私もうまいね。ここにね、見れば、ことがあるときは、松坂屋の杉本。まあ杉本他にもありますけど、やはりね、松坂屋、品ぞろえがいいんでね。まあ私はデパートですから、デパートが最もね、まあいい、それでもね、嫌なとこは買えませんよ、私。まあ言えばね、私が話してる、三重県のね、超有名なところ、まあイニシャル K ですけどね、あまり私好きじゃないんでね、あの店。以前にね、阪神デパートで、ちょっと差別、惣菜のお店でね、差別されましたからね。私も、ひどい目に遭いましたから。まあ、商品じゃなくて、大谷の差別ね、されましたからね。その後ね、もう知らずに買ったことありますよ、グループ店ということね。わかればもう買うのもう控えます。仙台でもそうでした。そのお店ね、私三重県嫌いじゃないですけどね、まあそのお店は私嫌いなんで。あ、山盛りは私には好きなんですけどね、メーカーね。経営なんとかはね、ほんと嫌いなんでね。もう分かっちゃいますけどね。あえて言いません。まあ何かあった時はね、堂々ともう暴露いたします。
まあ買っていないんでね、まあ、ないもん。訪ねたことありますよ、仙台でも訪ねましたよ、その店あったんでね。けどまああまりね、やはりまあ、うん、まああまりね好きじゃないんだね。私はね、メスの肉でいいんですよ。メスの肉なんですよ。これ一週間通じても大丈夫ですよ、赤身だってさ。メスと肉、メスとトロでいいんですよ、それで。肉でも私はカルビはダメですから、食べれませんから、あまりや。カルビなんか大量ってあまり買いたくありません、お金出して。カルビは私避けてます。カルビは本当もう嫌なんでね。どんな方も、この人変じゃないと思う方いますよ。カルビは私苦手なんですよ。カルビなんか注文をいたしません。だから焼肉店行くとね、もも肉ってあまりないでしょ？シャトーブリアンも少ないですからね。だったらね、もう、家でね、焼くのが一番ね、もうベストなんでね。混ぜましたけどね。なんかどっちも4で買ってんの覚えてた。およそ5000円ですから、これ全部でね。あのね、肉とうまい、彩りながらどうでもいいんです。ね。加熱して味付けをきちんとすればうまいです。ね。野菜のとおりし、彩りでいいから。あのまま関係ないでしょ。野菜なんか私食いたくありませんから。ステーキハウス、いい感じだったですよね。喧嘩したことありますか？何度一回じゃありません。もう、あげくんや太鼓さんとね、帰ろうと言って。太鼓さん止められましたけどね、帰ろうと言って。で、食ったものはね、払いますと、お店に行って、いくら払えばいいかと言って。結局ね、店側がいらないと言いましたから。で、私も言いました。相手は二度と来るなとは言いません。そんなことね。言うことを聞かないから悪いんでしょ。ね、言うことを聞かないから悪いんでしょと私言いました。店へ行けばね、確かにコックね、それなりに、まあ、シェフとかね、職人様で、マイスターでね、言う通りしなければどうのこの言う方いますけどね。ホテルはね、客の要望を聞かないといけません。無理なことを聞いていません。ね、私は言うことを間違えていません。野菜がいらないから野菜はもう焼かないでください。ね、肉にはワインかけないでください。塩コショウ振らないでください。ね、言うことを聞きませんから。それはね、私は思ったんですよ。ワイン振りかけるとこはね、肉の質があまり良くありませんでした。それのね、カムフラージュです。だから私が言ったら怖いというのは、どこでもそうなんです。ワインいらない余計なことをね、漬け込むなんて言うでしょ。それはね、肉の味をごまかすためですよ。だから私なりもね、外見どうのこと怖いですよ。私は、裏のこと分かっていますからね。甘くありませんよ。はい、ご飯続きます。熱を続くかね。わかった。